ここをねほぐしていきます。で急にマッサージを始めるんじゃなくて、こういうね老廃物がたまるところからこうやってほぐしていくことがね大事です。だからウォーキングとか筋トレする前だったりも、こういう足とかをねやっぱりこうほぐすっていう作業が一番大事になってきます。それだけで結構疲れとかも違うし、違うよ回して1本ずつで、こうやってね手をこう指に挟んでこうやって、ここのマッサージだけで多分5分とか10分は使った方がいいかもしれない。でこのほぐすマッサージ10分終わったら、次ふくらはぎ、ふくらはぎをハンドクリームとかつけて、ちょっと今ないからつけれないけど揉みほぐしていきます。でまあ大体私はなんかドラマとか見ながらやってるので、多分10分くらいこのふくらはぎをね片足5分ほぐしてます。でこれが10分終わったら太ももですね、太ももも10分間ほぐしていきます。まあ優しくね、あんまり強くやるとすごい内出血とかしちゃうので優しく。で太ももも10分揉みほぐしました。そしたらふくらはぎに戻って両手使ってゴリゴリしていきます。で本当はハンドクリーム使ってください。摩擦が起きちゃうのでちょっと今はねないから、これで手でやるのもいいんだけど、手だとすごい疲れるから何時間もできないから、適当に100均とかアマゾンで売ってるローラー買ってコロコロやるっていうのが一番いいです。でやっぱこれをお風呂だったりお風呂上がりに1時間ずつやるっていうのが大事で、そんな1日2日やったところで足って細くならないし、毎日1時間やるっていうのを半年とか1年続けて足がしなやかに細くなるっていう感じなんで、足をね多分そんな最短で細くしようって思ってなったとしても、やっぱすぐリバウンドするし、簡単に手に入れたものって本当簡単にすぐ戻るので、やっぱ長い時間かけて努力して得たものほど長く自分がねその体型でいると思うから、あんまり焦らず地道にやることの方が絶対将来的に価値があるなと思います。珍しくなんか真面目なこと言ってるんだけどそう、今友達とホテルに泊まってるので、これも10分グーでほぐすのか、10分終わったら太ももも10分ねやってゴリゴリ、横をメインにやってくださいね。この場合はさっきはさこういう下とかをメインだったから、今度は横をねこうやってメインでやる。はい、上も太ももも10分終わりました。そしたらまたふくらはぎに戻って、この後ろのところからこう下にね滑らす感じですね。っていうのを3分とか5分でいいよっていう流す作業をねやります。でこれも3分か5分終わったら、今度はこの肉が下に流れろって感じでこう下にね流していきます。で今までマッサージしていたものはこう脂肪をこう潰すような作業ですけど、これは流す作業なので、この下に向かって老廃物流してあげてください。そうで、これも太ももとふくらはぎ合わせて、まあ、5分くらいやってあげてください。そしたら最後にまたこの足ですね、この子を適当にこうほぐしてあげてください。1本ずつ丁寧にこうね、いや適当って言ったり丁寧って言ったりで、またこの挟んであげるやつやって、ここもゴリゴリして終わりですってな感じでございます。マッサージ方法毎日やるのはやっぱこんな感じ、あんまり難しすぎても続かないから、これくらいがやっぱりちょうどいいと思います。
はい、ありがとうございます。